アイテム番号、SCP-622JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-622JP は公には民間企業が所有する植物の遺伝情報実験施設として取り扱います。SCP-622JP の存在する敷地は企業の私有地として民間人の立ち入りを禁止し、SCP-622JP の周囲には20の電流柵を設置します。SCP-622JP に無許可で侵入した人物はその時点で公的には行方不明者として扱います。また SCP-622JP へ入り口以外から侵入する行為、及び SCP-622JP の上空30メートル以内に柵を越えて物品を投入する行為は禁止されています。物品、人員を問わず、二遊退場は必ず SCP-622JP 入り口を用いて行ってください。特別に許可された実験以外で SCP-622JP 内の植物に触れることは禁止します。SCP-622JP 内の移動の際には必ず通路の中央近くを通り、装備やケーブル類を含めあらゆる物品が花壇及び植物に接触しないよう注意してください。また SCP-622JP 内に鉄砲ユリが出現した場合、直ちに分析対策班を招集してください。なお SCP-622JP の影響が SCP-622JP 外部に及んだ事例は確認されていませんが、担当職員は定期的に自動計測装置の測定結果にいつねがないか確認してください。説明。SCP-622JP は滋賀県に存在する面積約3万平方メートルの庭園です。外部からの観測では SCP-622JP の異常性は確認できず、正常なバラ園のように見えます。内部からの観測では SCP-622JP の面積を測定することに成功しておらず、無限島まで平坦な敷地が続いているように見えます。カメラを積載したドローンを SCP-622JP 入り口から直線上に走行させる計測実験では、切れ目なく続く石畳とその両脇の花壇が、少なくとも 2600km 以上続いていることが確認されました。SCP-622JP 内に植えられた植物は、不定期に吹く風と同期してランダムに変化します。すべての植物が開花しているという点では共通していますが、変化の法則は不明です。最も多く観測された植物はバラであり、他にチューリップ、コスモス、甘草、ヒガンバナなどに変化したケースが確認されています。非接触検査ではこれらの植物には組成上の異常がないことが判明しています。また SCP-622JP は何らかの方法で外見をカモフラージュしており、SCP-622JP 内部の植物がどのように変化しても外部からは常にバラ園であるように見えます。生物が SCP-622JP 内の植物に対して能動的に接触した場合、対象の生物の血管系内部に人間由来の B 型、RH タス、の血液が出現します。血液の出現は体内の総血液量がおおよそ4リットルを超えるか対象が死亡するまで続きます。対象の生物の血液型によっては、E 型の血液型の輸血による溶血により、対象は死亡または重篤な障害を負うことがあります。この現象は対象自身が植物に触れたことを意識している場合のみ発生し、SCP-622JP が対象の意識をどのように判別しているのかは不明です。また SCP-622JP 内の植物を傷つけたり花壇に踏み入ったりする行動は、対象の全体液の瞬間的消失という現象を引き起こします。この現象は対象の意識の有無に関わらず発生する点に注意してください。これらの体液に対するいつね反応は、手袋や道具を用いて間接的に接触した場合にも発生します。自動化した装置を用いて接触した場合、装置を操作した人物及び操作を指示した人物に影響が発生します。このため、SCP-622JP 内の植物との接触実験は現在凍結されています。SCP-622JP 内には、SCP-622JP-A に指定される人型実体が存在します。外見上は上下グレーのつなぎを着た50歳前後の日本人男性に見えます。呼吸をし脈拍もありますが、食事や睡眠を必要とする様子はありません。SCP-622JP-A は庭師を自称していますが、個人名や雇用主の名前を明かしたことはありません。SCP-622JP-A の平時の行動は通常の庭園の整備作業と同様ですが、どのようにして広大な敷地内を一人で管理しているかは不明です。
研究チームは SCP-622JP-A の観測可能な行動と SCP-622JP 及び敷地内の植物への影響には直接的な関連性がないものと推測しています。SCP-622JP-A への攻撃、拘束、強制的な移動に成功した事例はなく、それらの行為は行為者の体液の消失現象を引き起こします。実験記録 622JP-1 概略。SCP-622JP に柵を越えて侵入した場合の出現位置を特定する実験の結果、あらゆる投入物が消失し追跡不能になることが判明しました。この影響は地上から SCP-622JP の上空20メートル前後の地点まで発生することが確認されています。また豚、牛、人などの大型の動物を投入した場合、SCP-622JP 敷地内全体で数日間にわたり腐臭が発生することが確認されました。次回の生物投入実験は無期限に延期されています。インタビューログ 622JP-2 記録開始。博士、こんにちは。SCP-622JP-A、やあ、お久しぶりです。博士、今日はいくつか質問したいことがあるのですが、よろしいですか？ SCP-622JP-A、失礼ながら、作業をしながらでもよろしいでしょうか？博士、もちろん。SCP-622JP-A、では、どうぞ。博士、この庭園が作られた目的は何ですか？ SCP-622JP-A、さあ、わかりません。でも、花を愛でるのに理由が必要なのでしょうか？博士、あなた以外に、この庭園内に人はいますか？ SCP-622JP-A、今はあなたがただけですよ。多分。博士、植えられた花が風ともに変化する現象について、原因を知っていますか？ SCP-622JP-A、変化とはどういうことですか？博士、例えば今はバラが咲いていますが、ああ、ちょうどいいですね。風が吹く音？博士、ほら、菊に変わりました。SCP-622JP-A、自慢の菊園です。博士、なぜバラから菊に変化したのですか？ SCP-622JP-A、どういう意味ですか？博士、先ほどまで、ここにはバラが咲いていましたよね。SCP-622JP-A、菊園にバラはありませんよ。バラが見たいならば、バラ園にご案内しましょうか。ちょうど見頃ですよ。博士、この場所は以前から菊園でしたか？ SCP-622JP-A、博士、私が今日最初にあなたに話しかけたのも、この場所でしたか？SCP-622JP-A、大丈夫ですか？気分がお悪いとか？博士、いえ、大丈夫です。お気遣いなく。SCP-622JP-A、そうですか。風が吹く音？博士、今度はひまわりか。SCP-622JP-A、この季節にひまわりの花を維持するのは、こう見えてなかなか手間なんですよ。博士、バラ園と菊園はどちらですか？ SCP-622JP-A、ちょっと遠いですよ。ご案内しますか？博士、いえ、結構。それよりこの花についてですが、ひまわりに手を伸ばす素振りをする？ SCP-622JP-A、触っちゃダメだ。博士、おっと。SCP-622JP-A、失礼。しかし、花には触れないでください。主人に叱られますので。博士、申し訳ない。この花に触れると、どうなるのですか？ SCP-622JP-A、花は生きています。そして、とてもデリケートです。触れることにより花の健康を害することが多々あります。少なくとも、触れれば花の生き方に影響を与えてしまいますから、ご遠慮いただいております。博士、あなたは触れても大丈夫なのですか？風が吹く音？ SCP-622JP-A、僭越ながら、
プロですからね。私の仕事は、新しい花を植え、花が元気に育つよう手伝い、時々摘み取ることです。博士、摘み取ることもあるのですか？ SCP-622JP、必要があればですけどね。これはもうダメかな。植物の茎を剪定用のハサミで切り取る。よかったら、一輪どうぞ。あまり日持ちはしませんが。博士、これはどうも。君、ちょっと。P-8175 が水仙の花を受け取る。いつね星は発言しない。博士、ありがとうございました。SCP-622JP、またいつでもいらしてください。記録終了。終了報告書。回収した水仙の花からハイツネ星は確認されませんでした。探査記録 622JP、3報告。カメラ積載ドローンによる内部探索中、入り口から 2544km の地点で明らかにイツネな風景が数秒間撮影されました。当時刻、入り口付近にハイツネは発生しておらず、映像の分析が進められています。探査記録 622JP、3映像内容抜粋。0、3、風が植物を揺らす音がし始める。0、ドローンの周囲を風が吹き抜ける。0、1、空が灰色に染まる。植物は細長いスプーンような形状に変化。拡大すると、人間の顔のような模様と、垂れ下がった腕のような歯が確認できる。0、4、ドローンが小石を踏み、音を立てる。同時に周囲のスプーン状植物が一斉に、ドローンを注視するように姿勢を変える。0、14、スプーン状植物は走行するドローンを追いかけるように姿勢を変化させ続けている。0、15、風が吹き、周囲の植物が鉄砲槍に変化する。以後いつね現象なし。インタビューログ 622JP、4。記録開始。博士、こんにちは。SCP-622JP、どうも、よほどここが気に入られたようですね。博士、今日はちょっと伺いたいことがありまして、この写真なんですが、スプーン状植物の写真を見せる。SCP-622JP、凶畜刀ですね。博士、これが凶畜刀？SCP-622JP、綺麗ですが、毒性があるので触らないでくださいね。博士、私の知っている凶畜刀とは違うようですね。タブレットを操作する、これが凶畜刀の花では？ SCP-622JP、そうですね。博士、この二つが同じ？ SCP-622JP、凶畜刀ですね。博士、私には同じには到底見えないのですが、同名の異なる種類の植物ということでしょうか？風が吹く音？博士、医療班。SCP-622JP、が石畳に倒れている。心肺停止状態であり、眼球と耳が引きちぎられたような傷跡を残して取り除かれている。胴体部の厚みが減少していることから、主要な骨や臓器も失われていることが推測される。周囲の花壇には系統が咲いている。風が吹く音。SCP-622JP、おや、またいらしたんですか。SCP-622JP、は通常の状態に戻っている。博士、鉄砲槍だ。SCP-622JP、鉄砲槍、見事な造形ですよね。博士、先ほどまでのことを覚えていらっしゃいますか？ SCP-622JP、はい。博士、いえ、また来ます。記録終了。終了報告書。鉄砲槍と狐現象には何らかの関連が疑われる。鉄砲槍が出現した場合、直前直後の詳細分析を行うこと。治安記録 622JP、3、20、年1月日。警備に当たっていたレベル1職員が SCP-622JP 内に新たな人型実態を発見しました。
SCP-622JP、B に指定されたこの実態は、映像または音声を記録することができず、またその場に居合わせた各職員が否る姿、否る言動を認識していることから、何らかの精神影響存在であった可能性が高いと推測されています。下記インタビューログは、博士、機動部隊員アルファ、ブラボー、およびチャーリーの証言に基づいて再現されたものです。インタビューログ 622JP、5。SCP-622JP、B、1。博士が認識した実態。容姿はスーツを着た超新装区の欧米人風の若い男性。SCP-622JP、B、2。アルファが認識した実態。容姿は、ボロボロのジーパンと革ジャンを着たヒッピー、と表現された。SCP-622JP、B、3。ブラボーが認識した実態。全身を白い布で覆い、肌は見えなかったと証言。SCP-622JP、B、4。チャーリーが認識した実態。薄桃色の肉で作られた檻のような人型実態だったと証言。記録開始。博士、こんにちは。綺麗なコスモスですね。SCP-622JP、B、1。こんにちは、はじめまして、クライマー。SCP-622JP、B、2。うせな、クライマー。SCP-622JP、B、3。悪辣だ、膨張するクライマー。SCP-622JP、B、4。天竜の橋、作家のクライマー。博士。私は、登山家ではなく植物学者です。ちょっとお話を伺えませんか。SCP-622JP、B、1。時間がありません、急いでください。SCP-622JP、B、2。やめときな、てめえは何もわかってない。SCP-622JP、B、3。登るのだ。ありえぬ山へ。SCP-622JP、B、4。冬の銀の壁、人はいただきに。博士、この場所は何なのですか？ SCP-622JP、B、1。流刑地です。すべての罪人のたどり着く場所です。SCP-622JP、B、2。てめえの墓場だよ。鼻くらい手向けてほしいだろ。SCP-622JP、B、3。救済の雨が肝臓のウサギからアイロンへ至る時だ。SCP-622JP、B、4。奈落、金色の奈落、欠けた月の巫女。博士、あなたは何者ですか？ SCP-622JP、B、1。観察者、誰がこの地へ来るのか見届ける者です。SCP-622JP、B、2。俺は、アルファの本名、情けねえ名前だろ。SCP-622JP、B、3。虚無の王であり夢のしもべ。知るはわれに命を与えず。SCP-622JP, B, 4。威嚇の罪はありえぬ嵐へ、のびの処刑、鶴の声。博士、この場所が存在する目的は？ SCP-622JP, B, 1。お前のためだよ、クライマー。SCP-622JP, B, 2。お前のためだよ、クライマー。SCP-622JP, B, 3。お前のためだよ、クライマー。SCP-622JP, B, 4。お前のためだよ、クライマー。風が吹く音。SCP-622JP, B は消失。周囲には鉄砲百合が咲いている。記録終了。終了報告書。本事案以外では SCP-622JP, B の出現は確認されていません。SCP-622JP, A へのインタビューにおいても、SCP-622JP, B に関する有益な情報を得ることはできませんでした。